ワクチンのバイアルと注射器最新の平底プラスチックバイアルの冷点眼薬の無菌体開使用バイアルバイアルは小さなガラス、またはプラスチック製の容器、またはボトルであり、液体、粉末、またはカプセルとして医薬品を保存するためによく使用される。また、科学的なサンプル容器としても使用される。例えば、分析クロマトグラフィーのオートサンプラー装置に 使用される。バイアルのようなガラス容器は古典古代にまで遡るが、現代のバイアルはポリプロピレンなどのプラスチックで作られることが多い。バイアルには、単解投与用バイアル及び医薬品によく使用される、多解投与用バイアルのような異なる種類のものがある。前者は一度だけ使用されるのに対し、後者は複数回使用される。米国 CDC は、 多容量バイアルに関する特定のガイドラインを設定している。両手ガラスの小瓶。シリア湿度バイアルは感情にすることも首付きの瓶のような形状にすることもできる。首による一定の容積はヘッドスペースとして知られる。英語のバイアルという言葉は広く平らな容器を意味するギリシャ語のファイルに由来する。同等の用語には ラテン語のフィアラ、後期ラテン語のフェオラ、中英語のフィールエオリとビオールがある。バイアルラック状のプラスチック製、ヒンジトップバイアル現代のバイアルはプラスチック製が多く、場合によってはガラス製もある。医療や分子生物学の用途で使用される少量の液体の保管場所としてよく使用される。一般的に使用される密封方式にはいくつかの異なるタイプがある。 ガラス製バイアルの場合、スクリューバイアル、リップバイアル、圧着バイアルなどの選択肢がある。プラスチックで成形できるプラスチック製バイアルは、押すとスナップで閉じる、ヒンジキャップなど、別の密封方式を持つことができる。これらは、フリップトップやスナップキャップと呼ばれることがある。バイアルの底は、底が丸い試験管とは異なり、平らなものがよくあるが、ヒンジキャップや、 スナップトップの小型バイアルの場合はそうではないことが多い。実験室で一般的に使用される小瓶型のバイアルは微重ボトルまたはマッカートニーボトルとも呼ばれている。微重ボトルは小さくなる傾向があり、10ml 前後の容量のものが多い。ありがとうございます。